はい。こんにちは。YouTube 不具合レポート第6弾の動画です。まあ、これをね、不具合というのか、余計なお世話というのか、何というのかわかりませんけれど、ちょっとね、おかしな状況が起きております。それは何かと言いますと、動画の管理ページのこちら、ダッシュボードというのが、 あるんですね。ここでは、まあ、お知らせとか、過去30日間の主な統計情報、あと、登録者の増減とか、あと、最新アップデートの動画、それと、コメント、ね、コメント、そして、新機能についてということで、まあ、このダッシュボードで、 大体のことがわ、えー、かる、まあ。大体なんですけどね。がわかるということなんですが、このお知らせ通知というところを見ると、動画を宣伝する、高く評価されています。チャンネル名が確認されましたの下に、登録者数の減少。その下には、登録者数の増加ってあるんですね。 うんと思ったんですが、この動画を宣伝するのお知らせは、まあ、この動画をね、あの、アドワードで、アドワーズか、で、えー、動画を宣伝して、まあ、再生回数と視聴者数を増やしましょうということで、利用を開始するを押すと、まあ、アドワーズの方に行くんですが、これは今回省略します。この下、高く評価されていますというとこなんですね。 これ何だろうあの、この動画、宮崎市で世界最大のハンバーガーみたいな動画をもう何年か前にアップロードしたんですが、その動画が視聴者に人気のようです。詳しくは評価レポートをご覧くださいということで、アナリティクスを見るって書いてますね。じゃこの動画のアナリティクスを見てみました。 高く評価されているということなんですが、高評価ゼロ、低評価ゼロ、グラフもずーっとゼロの横一線のグラフ、高く評価されているってどこでと思ったら、日本、高評価数ゼロ、低評価数ゼロ。え、一体これ何なのと思ったんですね。でこの、えー、動画の再生ページを確認すると、 これね、ここ、えー、高評価1、低評価1ということで、高く評価されていますという状態ではないよね、ということなんですね。これ一体何だろう何の通知なんだろうということなんですよ。で、ここ、えー、登録者数の減少。 というお知らせ、通知なんですね。これ、残念ながら <laughs>、余計なお世話だよな。残念ながら、チャンネル登録者数が減少しました。詳しくは、チャンネル登録者レポートをご覧くださいと言っておきながら、その下、登録者数の増加、 お客様のチャンネルの新規チャンネル登録者数が続々と増えています。チャンネル登録者レポートで詳細をご覧ください。上では減少と言っておきながら、下では増加と言ってるんですね。じゃあこの通知はいつの通知かということで、すべてを表示をクリックします。 はい。こちらが通知お知らせの一覧なんですけれど、先ほどの登録者数の減少と増加なんですね。ここにありますね。登録者数の減少。残念ながらチャンネル登録者数が減少しました。詳しくはチャンネル登録者レポートをご覧ください。アナリティクスを見る日付。 11月の17日、うん。なるほどね。で、最後。登録者数の増加。お客様のチャンネルの新規チャンネル登録者数が続々と増えています。チャンネル登録者レポートで詳細をご覧ください。日付は 同じく11月の17日ということで、1日にそんなに変動しますかしかもね、文章表現、残念ながらとか、あと、続々と増えていますって、続々ってどんな感じどんだけという感じの文章表現なんですけれど、なんかね、このダッシュボード、これ、本当にいるの必要なの ということなんですね。わけのわからん通知が来てるんですよ。で、一点だけね、これは、あ、これいいなと思ったのもあるんですね。チャンネル名が確認されましたってあるんで、ここをクリックすると、チャンネル名が確認されました。チャンネル名の横に、公式チャンネルであることを示すバッジが 表示されますということで、まあこれは、えー、私の、えー、チャンネルが、えー、本人確認が取れた、えー、公式なものであるということを示すバッジなんで、まあ、こういう通知はね、まあ非常にありがたいなと思っておりますが、まだその確認バッジは、えー、まだついていないようですが、まあ今後、えー、バッジがつくんでしょうね。そういったね、あ、ちょっと嬉しい 通知もあるんですけど、高く評価されています。本当登録者数の減少、残念ながら。逆に、登録者数の増加、続々と増えています。というね、これ、マニュアル通りの通り一遍等の文章表現でいいのとしかも、同じ日に、 減少と増加を繰り返すって、まあよっぽどのことじゃないとあれなんですけれど、アナリティクスを見てもね、一日で減少増加というような数字は確認していないんですけどね、ちょっとこのダッシュボックス、あダッシュボードですか、ちょっとね、あのこれ必要なのかどうか、もうこんなもの必要ないなと僕は思っているんですけれど、ちょっとこれね、 まあ今後残していくんであったら、えー、きちっとした文章表現で、ね、ちゃんと、えー、状況を把握した上で、通知を、お知らせを出してほしいなというふうに思います。はい。今回は、えー、YouTube 不具合レポートの第6弾として、まあ、不具合かどうかはわかりませんが、まあ、ダッシュボードの えー、面白い、おかしい、えー、通知の文章表現についてお話をしました。それでは失礼します。